場になった今回、去年出られなかった悔しさもあって滑っているだけで嬉しくなったと昨日のショートを振り返ります。自身が輝く場所に戻ってきた住吉りおん。このブラックスワンで年末の全日本選手権出場を狙います。見どころは中盤に来るトリプルループ。まずは最初のコンビネーション、トリプルフリップ、トリプルトーループ。トリプルループ。シングルループ。帰ってきた住吉りおん、緊張感との戦い、この冬でした。今年はジュニアグランプリシリーズカナダ大会3位表彰台に上がった住吉りおん。こちらはアイスコープになります。特に本人も注目と言っていたトリプルループのところで抜けてしまいましたけれどもね、はい、そうですね、朝の練習でもしっかり決まっていたんですけどね、本番でちょっと抜けてしまいましたね。そして全体的に見ても回転不足がやはりありますかね、はい、得点が出ました 97.57、 シーズンベストには遠く、そしてトータル 150.38 で現時点で3位、依然トップは川端です。